今回は女流本因坊戦第3局見ていきたいと思います。黒番がニュー4段、白番が藤沢女流本因坊ですね。で、3手目33ですね。で、白も33で、まあこれ慈愛のバランス取ったっていうですね。で、割り打ち。まあこれゆっくり打とうっていう作戦ですね。で、かか。 白はゆっくり打とうとしてますよね。で、黒は字を取ってっていう打ち方ですけど。で、切って。で、当てて。で、こうなりまして。 えー、まあ、ここまでは互角のよう、ほぼ互角のようですね。で、黒が先手取ってこちらに打ちました。まあ、先手でここに回れれば、黒としては不満はないのかなと思いますね。で、まあ、ここ大きいですね。補強して。繋いだんですけど、これで、えー、互角になって、 だたようですね、まあここまでわずかに黒だったようなんですけどここに打つのが大きかったようですねちょっと下辺の寄り付きで。まあ、というのも実践がこれで、まあ、白の置きに対して黒が行き、えー、という形になったんですけどちょっとこの形が黒つらすぎるのでここ白はわずかにポイント取ったようですね。つなぎがちょっとなんとか早かったということで。 ちょっと AI の参考図、実現の参考図みたいと思うんですけど。霧から、まあなんか一気で補強が大きかったですね。こんなような図を示してました。まあこのつなぎは、うん、まあ、なんというかそこまでというかね、そこまで今最大ではないというか、まあここから来るなら抑えて、 まあこれぐらいの手はあるんですけど、コスミぐらいでかわしていけば、黒も頭出していけばいい形ですしうん。まあそんなにっていう感じなんですかね。うん、まあ切りはあるんだけど、そこまで大きいというわけではないので。 なので、意外と下辺が大きかったですね。この寄り付きが大きくて、まあ白にここ出られて、まあちょっと辛い気になあただ形勢的にはほぼ互角のようですね。で、切り取って、跳ねて、で、黒が白を攻めてきましたね。 で白は生きて。で、下がったんですけど、ここで白はわずかにポイントを取ったようですね。まあ、この、どうしてもね、この切りがめちゃめちゃ大きくて、この形になってしまうと、まあ、黒はこういう反撃を狙ってたんですけど。やっぱこう、切り大きいんですよね。 がやっぱ左下が別にそんなに大きくないっていうことですね。なのでちょっと AI の参考図、絶現の参考図なんですけど。一回これ決めて。まあ、切って補強しておくのが大きかったようですね。まあ、これ白受けぐらいになるので。受けぐらいになりますから。まあ、白から、うーん。 この、例えば、跳ねかけ継ぎぐらいですけど、うん。まあ、そんなに。まあ、次、この跳ねかけ継ぎで切りを狙うっていうような狙いですけど。うん、まあ、一番大きい手ではなかったです。このね。まあ、字としては大きいんですけど。 まあちょっとやっぱここ切りの狙いが気になってというただやっぱここ切りが大きくてまあちょっとここからの反撃がどうなるかですけどこの白は簡単に生きてるんですね切られてもこれで生きてる形ですからまあこうなると やっぱ白は先に字を得しているということになりますので。字は白が得したようですね。で、ここから黒の勝負手ですね。これは勝負手ですね。ここから勝負手で。黒としてもこの白を、左下からのね、白を攻めようっていう打ち方ですね。これが勝負手でしたね。これすごい勝負手でした。 まあ、いい手でしたね。これはまあ、こう、ここら辺打ってると、白にも守られて、黒取られてしまって、まあ、これだと全然攻めにはならないので、もう逆転の余地が、可能性が低いということですね。白も分かりやすいコケになっちゃうので、まあ、これを助け出すっていうのがすごい勝負手でしたね。まあ、当てられちゃうんですけど、こっちの方がまだ可能性がある。 結構でまあ、とりあえず、まあ、ここの白は取れたので、えー、まあ、ここの黒は大丈夫ですけど、まあ、一応ここから切断されてしまって、これ黒のしのぎ勝負になりましたね。えー、まあ、ただ一応、え、しのげばっていう語形には、しのぎ勝負の5系にはなりました。 ただ評価値は白なので、ええー、まあこれ白が正しく打ったら黒が外危ないということかなと思います。で、ここに打ったので若干紛れたのかなと思いますね。うん、難しいんですけどね、どうこうやって、なんかここに打つ手を示してて、 うん、これは取りに行かないっていう図ですね。取りに行かないっていう図示してます。取りに行かないような図を示してる。うん、ここかなり難しくて、まあ、一応こっちに移ってもありまして、まあ、これで切り取ってくれるんだったら、これで切り取ってくれるんだったらこっち取って、まあ、これは簡単に白勝ちですから。 まあ頑張るんですけど、まあ、これ決めて次もありました、ね、でこれでえまあこうなればまあ一応一眼はできるんだけどここで目を取って中で黒がしのげるかどうかみたいなまあこういう勝負もありましたねいやでもかなり難しいんですかね、まあ、これもまあアテとかでいくんですか まあこんな感じで取りに行って。結構黒の方が危なかったようですね。まあ、ツけに対して付けで取りに行く体勢で。もうどんどんこうやって。まあ、例えば伸びればコスミでも全部取りに行くような体勢で。まあ結構ここで目を作るのが黒が難しいので。まあ、危なかったようですね。うん、まあ、これは別に えー、問題はなかったようですけど。ただ一応、まあ、このグズミから当てが決まって、これで、うん、これでだいぶ、プロの評価値上がってるので、これは、この形は取るの難しいようですね。こうな、この形になってしまう。うんまあ、この切りがなんか逆転のきっかけになったようですね。 もうこの状態ですでに取れ、えー、ないんかここがやっぱりお互い159の地点が白と黒お互いの急所だったみたいで、まあ、白から打とうと思えば多分打ってたのでこれを逆に白が決めずに黒に打たれてしまったことがやっぱり敗因にはなったのかなと思います白から打とうと思えば打ってました黒に打たれてしまった だから AI の参考図としてはもう取れないので取りに行かないと。取りに行かない。こんなもんだってよいますね。もう取りに行けない。こんな感じでやっぱもう取りに行けないみたいですね。AI も取りに行けないと言ってます。まあ実践はそれでも切って取りに行ったんですけど。 えー、結局。はねこれでつながってしまってはっきり逆転のようですね。 結局白は、ここのプル取りに行ったんですけど、真ん中もかなり荒らされてしまって、なおかつ取りに行ったけど、取れなくて黒が繋がってしまって、こうなってしまうと、うん、なんというか、切った手とかが空振ってしまってるっていうことになってるので、白は攻めで得することができませんでした。こうなってしまうとね、黒が損害なく、 無条件でしのげたということになりますから。まあ、黒の勝負手がうまくいってしまって、はっきりここで逆転ということになったかなと思いますね。で、この子はもうしばらく打たれて221手まで打たれたところで、白が投了して黒の強し勝ちとなりました。最後、寄せ勝負なんですけど、細かいんですけど、少し足りないということで、投了仕方ないというね、判断だったかなと思います。 というわけで今回はここら辺で終わりにしたいと思います。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。